はい、皆さんはこんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。朝田区域です。というわけでね、シルバー事件、やっていきます。なんかもう終わりっぽいんだよね。どうなんでしょう。ちょっとその前にさ、クロスさんとお話しよう。僕に行き足はそれだけ。あの人さ、広末涼子さんに似てんのよね。さくらさん、いきなり始まった。今から20年前、ここでシェルター環境の人体実験が行われていました。政府は新設計した国際管区庁をスケープゴートに一部の世代を旗を上げ、世代が旗を上げ、新型人類の育成に着手したんです。国際環境庁とは、表向きは自然環境保護が目的ですが、生活環境の改善も推進します。すなわち、適正な生活環境を区民に与えること、裏を返すべく適切な区民を排除すること、犯罪発生率の高い区民サンプルを参照し、その人をデータ化して検索して徐々に環境を保護。この信じられない計画を20年かけて行いました。今この24区に生活する人々は適切な区民なのです。そして24区での犯罪防止に必要な機関、それが共犯凶悪犯罪区です。松田さんが所属していた私の父が接する公安特殊もその一つです。この機関は24区の不法分子を処分することが目的。24区全体が強力に管理された実験場なんです。そして排除するばかりではなく、育成にも力を入れました。それがシェルター救出政策です。私たちが今向かっている場所がその大計画の巣窟です。ここで多くの子供たちが生活し、社会に放出されました。4年続いたこの計画で1440人の子供が世に放出されています。様々な生き方を、ある者は平凡に暮らし、そして管理され、ある者は中枢組織で生き、そして管理し、ある者はサンプルとして管理からは解放され、自分の力で人生をコントロールしている。ある者は名前を消され、特殊部隊に配属され、中央警察の管理下に置かれ、過去の記憶を抹消されて、対カムイとの接触を目的に、犯罪力が研究開発するためのサンプル?いいわけですね。人生を操作され、カムイのカマセイヌとして生きる。それが俺。ハザードさん、あなたのことです。やっぱり?だろうな、なんかうすうす気づいたわ。あなたは作られた人間なんです。そう。人造人間なんです。人造人間二十何号ですかね。はい。カムイという存在は現実の住人ではありません。はい、とか言っちゃった。作られた人間。あなたと一緒です。的確に言えばあなたもカムイです。カムイ用のストックはシェルターキッズなのです。カムイが消滅してもカムイの人生は終わりません。ストックが継続します。ああ、なるほどね。ストック、すべてのストックを消滅させてもカムイは消えません。次世代のストックが生まれればカムイはまた生まれるのです。しかもカムイだけではありません。もう一つの政策も実行されました。カムイは男だけのストック部隊、女の部隊も存在したのです。あやめ、マスプロ。そうです。カムイを監禁していた専属殺人犯のあやめは、あやめなのです。彼女が雛形のあやめ。ストックが1440人います。彼女が殺した3人の女性もあやめです。私が殺した千鶴さんもあやめです。あら、そうだったんだ。アチスカさん、父親であるアチスカ区長の犠牲となり、
初期の実験素材として、そして私もだろうな、そうそう思ったわ。なんかすげえとこ来たよこれ。遊園地みたいなとこ来たよこれ。シェルター広場、ボーリング、あ、ボーリングだったこれ。でっけえピンだなおい。ああそういうことか。ここが私たちの故郷です。私たちは記憶には残っていませんが、約4年間ここで生活したのです。あなたたち亀井世代の4年後、あやめ世代がここに送り込まれました。父が言っていました。きっと自分はここで育った人間に殺されると。父はあやめに殺されるのを望んでいたようです。そしてその通りになってしまった。殺したのはあやめさんだもんね。このシェルターの上はテレビ局になっています。24区全域を見下ろす強者の塔です。強い権力を持った人たちが作った支配の象徴です。増長、その道を広くにはこのシェルター系になります。テレビゲームみたいでしょ。ある意味ゲームみたいなものです。まあゲームの不自然な生い立ちを背負った時点で、それそのものがゲーム。ここから先は一人で進んでください。亀井、なんで俺のこと亀井って言うねん。帰る。帰らん。これなんすかね。下、下か。ちょ、待て待て。下だっちゅうね。ん？何か落ちているぜ。ダルダルってで。暗黒ダンスを手に入れた。何これ。なるほど、こういうコミックもあるんだよね。さあ行きましょう。こういうコミックなくね。他落ちてた。よくわかんないんだけど。ベルーン、なんでそんなもんが落ちてんのよ。つい最近誰かここ来た。これ何これ。じゃーん、別に何もないのよ。うわー、かなり登っていくよこれ。はい、開いたわ。眼球白金化現象のプロセスは、まだ知らないけど、だから炎蔵さんじゃん。炎蔵さんか。炎蔵さんか。あれで炎蔵さんの謎が分かったわけだ。ガチャ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 。この赤いとこは多分入れないんじゃない？あ、入れる。別に何もなかったね。そこ入れんじゃない？よし。目は仲間の細胞年齢に等しい差が生じたのかな。目は仲間の毛。左目眼球 DNA 鑑定の結果、毛自身のものではないことが確認されている。誰やねん、毛って。毛って誰やねんって話。はいはいはい。ここは入れんじゃん。何もないんだ。何もないのとあるのは違うんだよ。
外出るよこれさ、10個もあんだけど、一個一個調べていくの、これ。では、厳重区域。三角、トゥー、トゥーに、トゥーって見えるんだよ。三角、トゥー。おい、行ってみましょう。なんか、補足クオリティは、未来人が残念ながら、これ以上決意の募集を随時行うものとする。何？なんか決意が出てるみたい。っていうかまあ、死んでんのか何なのかよくわかんない。早めマスプロ来たよ。マスプロって何なのかな。ゲームによって映されたデコジマ撮影データを元に管理を運営するものです。なるほどね。謎。意味不の計画だな。ここはないな。ここはないな。ここだ。ここはないね。ちょ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 。おかしいよ、今の。ほわ、あるわ。法人管理庁に残されている記録とね、今、2歳の時に生体移植結果。ああ、なるほどね。ああ、どこか、これ、K っていうのが誰なの？カムイ。カムイなのかな？カムイさんなのかな？それともこれ自分なのかな？わかりませんね。目の反応しすぎに、性別によって大きな差があるのじゃよって、本来の家はならね。明日は23時を待って終了さ、なお関係者社員や事故が急いで破棄する。なお、B レベル以下の社員、社員、公安に一任する。B レベル以下の職員、公安に、殺処分されたってことか？あ、じゃ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 。たまにこれわけわかんないもん。これない。こっちはない。あ、違う違う。こっち。いや、ない。もうないんじゃないの？これ。もう動けないね。待たなくても。ないないない。ふっ。早っ。で、ない。ある。ああ、9名中9名。マジで。全員手術に耐え得るものと思われ。はあ、なんでそんな目の手術をしてるんだ。何しようかわかんないね。違うんだが。ちょっと待って。横とかにある。ああ、どうしたこれ。どちら様。なんかここでなんだろうね。誰かいるね、これ。まさか、鉄さんがいるのではないか。健康診断を無視します。先生にお名前を呼ばれたら順番に並びます。先生の後について、健康診断を受けます。名前を呼ばれなかった人はお仕事があります。先生の言うことをよく聞いてください。子供に言い聞かせるようなやつだな、これ。何かあります？ないね。おーっと、入ったっけ？もう入ってねえわ。新バージョンのマニュアルや旧バージョンの生き具合に、その窓口で受け取ってください。窓口とかあるの？もう全部調べたよな。帰る。では読んだね。ブーン、ブーン、はやった。すべてを検査され、目の反応を有するのが確認できた。ただし、見ようながら目の今回の検査28名、目に何かがあるのか。目の謎がまだ分かっていない。あ、ちゃ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 、あ、くそ。もう見れないんだよね、これ。なんてこったい。
あ、見れたわ。提出してください。追って連絡しやす。時間は追って連絡するってさ。特にないかな。ない。ない。ある。今日のおじく先生の挨拶など、お部屋の電気をついてけ。消えます。お部屋の電気がつくまで声を出したり、物音を立ててはいけません。お部屋の明かりがついたら先生にシールをもらいましょう。ラジオ体操。突然起きて変更あり、実勢最低時間は8時間から14時間に変更。もしくは別紙参照のこと。どういうこと？何を達成なの？何の仕事してんのこれ。何のお仕事してんのかな。ふらつがいがおります。先生に名前を言えたら荷物をまとめては新しいクラスのお部屋に順番に移動します。お名前を呼ばれなかった人はお仕事があります。先生の言うことをよく聞け。ほらガキどもみたいな。そこまで書いてな。おっと、また死体かい。でーあー死体っぽいっす。まあ死体っぽいっていうか死体なんですけど、あれですね、カムイだな。みんなハゲてるハゲてるからカムイってわけでもないけどさ。ぐる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 。はい、出発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 。何もないよね。何もないよね。はい。え？ないよ。どうしたここ。あるよ。目の反応あり。目？目って何なの？目が動いてるとかではなくて、違くて？なるほど。スペードチームの効果が、あ、スペードか。あ、なるほどね。トランプの集団のことを言っているのか。うん。何もない。速攻で帰る。速攻で帰るよ。ほら。あったー。目の反応が強いね。って何なんだろうね。前のとこよく分かってないよ。さあ、あ、あるね。チェックミスがあったらデータ最後は受注してあるならデータ明日の夜。災害部の予定な保険の普段の管理官が処分済み。処分済み。処分済みって、本当に処分？殺処分？恐ろしいとこだよ。ビル一個一個登ってってんの。死にが大変だね、こんな。ああ、もう疲れたわ、みたいになってる。ああ、もう疲れたわ、もう。マジ勘弁してくれよ。一個飛ばしちゃったじゃん。ああ、ないよ。なかったんかい。なかったんかい。あったぜね。白銀賞ってあれですよね。多分世の中が白黒しか見えないとかじゃなかった。因子読みでは何の因子で小さな白銀化はないんだ。白銀化って目の色が白くなるってことなのか、それともどうなんだい。目なんか世の中がカラーに見えない白黒の世界になっちゃうんだ。ああ故にシルバーなのか。カリギュラーじゃないよ。なんだそれ。なんか教科書あんの。
参考書の67を採用するようにみたいな。ガイドのためにホームプロジェクト開始。この白銀書っていうのはよくわからん。どっかにあれなのかな、鉄さんがいたりするのかな。ラスボス鉄さん。シール表を集めます。先生に新しいシール表をもらってください。ラジオ体操の時に配ります。ラジオ体操のシールだろそれ。頑張りました、解禁書をもらうぜ。新バージョンの教育があるのにレポートは即急に処分だって。処分、処分って書いてあったっけ。対処だ、対処だ、早急に対処しろってよ。あ、何もなかった、何もないとか。なんで開ける必要が。おい、また死体だぜこれ。だーん、髪の毛生えてるねこの人。そこみたいな。じゃああれもダメ。この死体を見つけるのかね、どうもよく分かっていない。うーん、本日やられてテイス、なぜか押してしまったよ。一週間以内に各自復帰すること。ああ、だから文章をみんな燃やしてるんだね、破棄してるんだね。ブブン、今日のお仕事は、箱の中にカードがたくさん入っています。先生に言われた色のカードをすべて集めましょう。終わってる先生にシールをもらいましょう。神経衰弱。神経衰弱だろ。そう、8です。8スカさんの8です。もう死んじゃったけど。てかもうみんな死んでんじゃん、みんな死んじゃったもんね。どこに行くんだい。おい、ちょんもしないでもうぐるっと行っちゃうね。シェルターキッズ制作。白銀空現象の再現には至らず無念の思いである。完全なる白銀化には至らなかったものの、その前段階に達したものは合わせて272名に達したことで、一応の目的とある程度の成果は果たされると。シェルターキッズ演奏は開始。ザワザワですか。円沢さんでしょ、あの、まあ、森島さんの命を狙おうとしていた人でしょ。精神的クローンの大量生産は綺麗な白銀眼球白銀化現象発現以前の環境に極めて近いものを用意し、要するにクローンの実験でもしてたのかね。もうそろそろなんかサイコパスのラストみたいになってきてるよ。各グループの運命の評価8名のようよ。性格不良者が25を上回ったグループ団体者管理官は管理総制管理統制局公安部によって処分される。うわー、公安に処分されるな。要するに成果の成績がよろしくないやつは殺されていたと。で、各対象時についても同様の処分が行われる。欠員については随時これを補充する。最悪だな、殺してもまた誰かが入れるわ、売れればいいわ、消耗品だ。人間は何だと思ってるんじゃい。もし謝りが予算予算やって追加、場合があるってよ。何だってんだよ、死体がいねえんだよ死体が。死体探すゲームじゃないんだよ。あともう少しだ、ここの調査が終わればもうあともうちょい。あちゃい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 、なんでなんでピッピッピッってなっちゃうの。よし、目の兆候なし。
身体的な変化なし、ただ免疫能力に若干の低下が見られる。これは程度88、行程88の影響か。限界に達しつつあるのが987番の989番。クヤだとクヤク、クハク、コハク、わかんないね。ランキスみたいな語呂で呼ぶみたいな。番号じゃなくて名前で呼ぶんだ。本プロジェクトの開始のあたり、旧プロジェクト関係者は明日17時30分までに管理局、管理事務局大会議室に出頭全開。バレーみたいな。出頭全開。ここは悪の秘密結社だようだ。藤田はお掃除の日です。自分の荷物をなくさないようにお片付けしておきましょう。お片付け、お片付け。でんですか。佐野すぎ、今日のお仕事、先生に渡されたスケベブックに、スケッチブックに好きな絵を描きましょう。先生の、先生のやめの合図までたくさん描きます。終わったら先生に見せてシールをもらいましょう。何のスケッチブックだ。ワンピースのなんか全部スケッチ、また死体だ。はぁ、研究員っぽいよね。それを殺されている。死んでるってことはこれ何年前の死体なんだ。でも新しい死体のはずでしょ。20年も行ったら白骨化してるしねえ。何もないわ。ここには死体があったよ。森島さんはね、関係ないんだよね、唯一。森島さんもカムイの関係者なのかとは思ったけど、そんなことはないみたいですね。白銀河現象の開発メカニズムが解明されることは人類の長年の夢である。不老不死の実現に向けて大きく進歩する前進するものである。シェルターキッズ製作執行管理局、統制局の円沢さん。円沢さんね、ここで円沢さんの名前が出るとは思わなかったわ。円沢デブーって、ね、やられちゃったけどさ、結局あれ誰に殺されたのかわかんないんだよね、円沢さん。しかし我々の終着点はそこではなし。まあ、要するにはね、眼球白銀化現象の再現はそこで終着点ではなく、何なんだろうな、何を目的としてるんだろうな。要するに不老不死の実験をしてたんじゃないのかな。一個飛ばしちゃうのよね、いないのよね。飛ばしてよかったね。ここだ。場合によって大事。参考体制で計81名、人員不足だろ。3人交代制、複数回の移植がいる。なんでそんな移植しちゃうのかな。常に注意を払うこと。歴史資料にご参照。2ってな、写メ撮っとこうかな。もっとまたあるぜ。人種みたいだね。あれ、これはさっきと同じじゃないか。どういうことなのかね。いないわ。ここで最後。何もないわ。で、結局これはどうなんだってさ、無事だけどね。
あれ、あ、調べてなかったっけ。あ、草笛さん行ったわ。ガガイの心にはこの風景が刻まれていた。20年間の呪縛の正体がここだとはな。普段はよ、信じられない話を鵜呑みにすること、お人よしじゃないってもんだで。でも人っていうのはずっとそんな場所に身を置いていると、慣れちまうっていうのが怖いね。24区なんてヘンテコな街で暮らして異常な環境にいれば、こんな場所があっても不思議がないって思うわ。結局な、こういう背後がでかい犯罪っていうのは、現場の問題じゃないんだ。組織の技の問題だ。けどよ、それじゃあ何のために俺がこの勝負をやってるのかって言ったらな、悔しいってんじゃなくて、こう、スースーすがってな、スースー風が入ってきて涼しさ、それが心地よいよ。親父になるとな、武器になる気力もなくなって、気概もなくなってのんびりと構えるのが自然な姿なんだとよ。じゃあよ、どうするかって言ったろ。敵を目覚めて一筋だ。言ったろ、殺人鬼の死体、あいつらもここの住人だって。奴らが死んでいた場所は奴らが流し使っていたベッドだ。ストックの末路だ。言ってみりゃ、滑り止めだな。ガムイからガムイへの繋ぎに必要なダミーの連中だ。そいつらを殺せばどうなると思う？ん？どうだ。次のガムイへの繋ぎができない。引き継ぎもできない。風とかできない。ガムイが消滅するってことだ。新しい画面が出現するには儀式のような習慣が必ずあるはずだ。膨大な情報は取り込めなければならない。数人で可能なほど悪い種類じゃねえ。複雑なソースを注入するわけだ。だったら次の画面はここに来る。トランプの連中は番犬で画面を保有する。だから殺したよ。邪魔されたくないんでな。次の画面に会わなきゃなる。必ず俺の前に姿を見せる。画面とのご対面だ。よく来たな、画面。俺か。てつさん。あ。てつさんと一緒に来てもらう。なんだろうこれ。ここは無事長老たちの道楽で作られた権力のシンボルで、ブラックマネーを誘い込んだ豪華な老人ホームといったところだろう。そして20年前、シルバー事件もこの場所で起きた。ガムイという名の殺し屋の手で、ガムイの原型となったガムイ、上原ガムイ超本人だ。フォーマットガムイと呼ばれ、FSO フロンティア保守党の切り札だった。やつは、旧神話の TO ロード事情、テクノシビック、革新連合の重要人物が集まるモナテレビ塔に単独侵入し、長老たちを見殺しにした。両腕の貫通銃で、両腕血みどろの側に奴が立っていた。そして俺が撃ち殺した。上原は何の抵抗もしなかった。ただ笑っていた。それがシルバー事件だ。真実を知っているのは俺と親父と宗像の3人だけ。上原亀井という人間は実在していた。しかし
奴の出世記録は聖火の発作にもなかった。ひょっとしたら上からは人間じゃなかったのかもしれん。最近じゃそう思う。しかしガセねえな。シルバーは表には公表されなかった。事件後テレビ塔は閉鎖され、電線機が管理する無人の塔となった。単なる中継塔にすり替わりやがった。なるほど。喜んだのは赤ゾウどもだ。有名なデータソートだとそんなもんだ。こんなところがデータスポットなんですか。到着。あいつはすげえっすね。最高の眺めじゃないっすか。ねえ、テスさん。だがな、一つだけ聞く開かない扉があった。ジャーで撃ったがビークドバじゃない。特に気にも留めなかったが、なんなんだありゃ。ま、それももうじきわかる。はは？あ、開いたよ。開きましたよ。最終くらい。ええ。老人たちが埋まっている墓だ。カムイよ、もう引き返せんぞ。俺を構えて会わないでくださいよ。いや別に動けねえのか。これを見なきゃいかん。あは？お墓やね。で、動けた。これか。何も起こらない。なんだって。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってください。こうは何なんだい。え、何かがセットされてる。え、嘘、何それ。え、なんかセットされてるらしいんだ。3なのか、あれは。8なのか3なのかよくわかんない。なんか違うのね。7、これは7、あれ8かな、さっきの。わからんの。1、あれ1でもなんか置くのがあったよね。で、最初はなんか最初これかな。これ9だね。これ最初なのかよくわかんない。これ5だね。4、3、1、ここは10、9。で次は8。なるほどな。で、7ってことか。で、最後1か。何がセットされたってどういうことや、これ。どれ、何、なっつ。よいしょ。てってってって、へい、てって、へい。お。は
向きましたぜ。ガジャーン。開いたな。はいはい。開いた。これか。あら。雨、硬くなるな。気楽に行くうや。行くうやな。謎解きがわけわかんなすぎる。ああ、なにこれ。脳みそや。なんだなんだ。誰です。ブラックボックス。20年かけてたどり着いた先がここか、カーブイ。いや、まだデカチンで行く。カーブイになるもの、ならないもの次第だ。はい。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。それではね、またのご来店お待ちにしております。長くなっちゃったもんね。はい。それではバイバイ。